ジャンピエール・モッキー。1933年7月6日、フランスのアルプマリティーム兼ニースに生まれる。1954年、ルキノ・ビスコンティ監督の夏の嵐に出演し、助監督も務める。1959年、ジョルジュ・フランジュ監督の壁にぶつかる塔に主演し、同年、ジャック・シャリエの主演作、今晩お暇 で、映画監督としてデビューする。1963年、第13回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に、監督作ウンドロールでパロイシエンを出品する。1987年、第37回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に、監督作レミラキュリーを出品する。現在も、監督、俳優として、意欲的に活動するとともに、 パリのストラスブールサンドに界隈の映画館を買い取って自作の上映や b 級ものをセレクト上映している。また自作の大半を統一デザインによるジャケットで DVD 化している。特筆以外はすべて監督作である。ありがとうございます。